皆さんどうも、たかしむです。今回はですね、四国4県の最大都市、つまり県庁所在地の4都市の都市景観中心部比較していきたいと思います。まずは愛媛県の県庁所在地で人口50万人ほどの松山市になります。四国最大の都市と言われております。映像冒頭に映りましたのは JR 松山駅。50万人都市の割には松山駅という名前ですが、駅前とても落ち着いた景観になっておりました。そこから伸びております県道19号線、路面電車が見えたりしますけれども、そこをたどっていきますと、だんだんと松山市中心市街地に近づいていくという流れになります。で、この町の中心駅になるんですが、今映りました伊予鉄の松山市駅になるんですね。高島屋のデパートも入っておりました。そんな松山市中心市街地ですが、アーケード商店街も大変立派なものになっております。このように広々と綺麗なアーケード街映っておりますが、こちらが大街道というものになっております。大手カラオケ店だったりドン・キホーテも商店街の近くに見られまして、このように四国で唯一の地下街も商店街をたどっていくと見られるというふうになるんですね。で、これから松山市のメインの通り、最も都会的に見える通りを歩いていきたいと思います。この松山市というのは松山城というのがありまして、その城下町として歴史的にも発展してきたわけになります。で、今映っているあたりが県庁前国道11号付近の様子になるんですが、この道沿いにいろいろ高い建物が並んでいるというふうになります。ただ松山市、松山城とかね、景観を守るために建物の高さが規制されており、高層ビルなんかはなく、そして建物が秩序よく並んでいます。コンパクトシティを目指す都市の開発計画があったり、秩序よく都市開発をしていく、そういう試みがこの松山市っていうのは強く、それが景観にも現れております。続いては香川県の県庁所在地最大都市で人口40万人ほどの高松市の中心部見ていきたいと思います。映像の方映っておりますのが JR 高松駅。松山市の松山駅と同様、JR の駅が中心市街地から少し離れたところにあるわけですけれども、高松シンボルタワーという四国最高層の建築物があったり、あとは高松港が近くにあったりということで、この町がですね、港町として長く発展をしてきたというふうになります。あと、江戸時代お城がありまして、城下町としての側面もありました。で、現在映しておりますのが国道30号線中央通りという街中を南北に通っている道路になります。大変広いものでして、このようにオフィスビルがたくさん並んでおります。松山は中層のものが規則的に並んでおりましたが、高松は建造物がのびのび高く広がっているというのが印象的です。で、高松市にもアーケード街がありまして、それもかなりの規模のものになります。全国でも屈指の長さになりまして、中央商店街というのが先ほど映しました国道30号線の少し東に通っております。このように中心的なところに近い場所になりますと、いろんなブランドが集まったショップのエリアですとか、あとは大変きれいな建造物の中に大手のカフェだったりファミレスが入っているというふうになります。中心部から離れていきますとローカルなエリアもあったりするんですが、このように複合商業施設がくっついていたりと、利便性と機能性を強く兼ね備えたアーケード街となっております。そしてそんな商店街のさらに東側に高松市を通っている私鉄の中心駅があります。今映しましたのが河原町駅というところの建物になっておりまして、駅周りも商業ビルがあったんですが、ことでんという鉄道、私鉄が通っていて、琴平町というね、別の自治体にまで長く広がっていたりする鉄道になるんですけれども、そちらの交通手段も高松市内ではかなり強く存在感を出しているというね、風になります。
今映っているのが中央通り国道11号沿いになります。たくさんオフィスがやはり並んでおりまして、四国を代表する企業のねオフィスも多く、四国経済の中心地と言われることもあります。続いては徳島県の最大都市県庁所在地で人口25万人ほどの徳島市の中心部を見ていきたいと思います。今映っているのが JR 徳島駅とその周辺になります。徳島に関しましては JR 以外の鉄道が通っておらず、そして電車が存在しない県となっています。まあそんな徳島なんですが、駅自体にホテルが高い建物くっついていたり、その周りにも商業ビル、デパートを含むようなものだったりありまして、鉄道が弱い場所だということを感じさせない中心駅前となっておりました。駅前にはバスターミナルも広がっておりまして、特にこの徳島というのは関西方面との結びつけが強いというのが特徴的であります。で、現在映像の方は徳島駅に近いところのオフィスビル群をピックアップしておりましたが、また駅から少し距離のあるところにもビル群というのがあるんですね。それが徳島駅前から東の方に南北に通っています国道11号線吉野川バイパスです。で、映像の方はもうまた徳島駅に近いところを映している風になりまして、まあ、徳島駅前から東側その国道沿いにかけてオフィスビル群というのが連なっているという風になります。で、そんな徳島の商店街になるんですが、このようにポッポ街商店街という風に、ね、ありますけれども、こちらが先ほど映しました徳島駅前のビルの隙間の方に伸びているアーケード街になっておりまして、ローカル感強いところになっているんですが、出入り口に近いところは大手コンビニ店や牛丼店、あとはカラオケ店が見られたりしました。で、徳島駅からまっすぐ南に伸びている通りにも歩道の上にアーケードがあったり、このようにまた別でですね、東新町商店街というアーケードもありまして、こちらもローカルな雰囲気が強めです。最後に高知県の県庁所在地、最大として人口32万人ほどの高知市の中心市街地ご紹介したいと思います。現在映しておりますのが JR 高知駅周辺の様子になります。高知駅はこの町の中心駅でありながら割と規模が小さめなものになっておりますけれども、そんな高知駅前から路面電車が伸びているというふうになります。で、駅周辺になりますと数多く新しめのものも含むマンションですとかビジネスホテルなどが並んでおりまして、程よい都会感が広がっております。で、より中心部に近いところに映像が切り替わりました。高知駅から少し南に行ったところ、播磨屋交差点という中心的な大規模な交差点、今映っているところですね、あるんですが、その周りに中層の建築物が多く広がっております。国道56号線の幹線道路が高知市中心部東西に通っておりまして、その真ん中を路面電車が走っているという経過になります。で、今はその国道をですね、西に進んでいってるところになります。播磨屋交差点よりも西側のところですね。ご覧のようにオフィスビルですとか高級なホテル、あと地元のメディアの建物などが目立っている風になります。まあ、この国道を少し西に行ったところに高知城がありまして、まあ、その手前に県庁や市役所あるんですが、この高知市についても城下町として歴史的に栄えてきました。中心部のやや東側にはこのように高層のホテルやかつて四国一高かった建造物などが並んでおりました。で、これより高知市中心部のアーケード街をご紹介していきたいと思います。帯屋町という前街式アーケードが先ほどの電車通りの北側東西に長く広がっております。高知はアルコール消費量の多い土地となっておりまして、居酒屋がアーケード街に複数見られます。まあそれ以外にもサンマルクやマクドナルド、サーティワン、ダイソーなど大手チェーン店が数多く入っているこのようなアーケードとなっておりまして、歩いていらっしゃる方も人口規模の割には多いものとなっております。
今回は映像素材の関係で各都市の飲み屋街、歓楽街を取り上げていないんですけれども、まあ、高知市というとね、なかなかの規模のものにその点もなってまいります。まあ、高知市の市街地に関しましては、山林が多い土地に高知はなりますから、平地が少なく市街地も狭いところに密集しやすいということで、都会的な景観が形成されやすいふうになっております。ということで今回は四国4県の県庁所在地最大都市の中心部取り上げてまいりました。それぞれの町の都市景観、そして都会度の差など皆さんどのように映りましたでしょうか。もしよかったらコメント欄でご感想などお寄せくださると大変嬉しく思います。ご視聴ありがとうございました。2022年10月11日から全国旅行支援開始。割引とクーポンが合わさったこんなにお得な制度だから、私が今まで泊まってきたホテルもこんなに安くなります。このお得な全国旅行支援、さらにお得にする方法があるんです。それがこちら、ポイントサイトチョビリッチ。チョビリッチを経由して予約するとさらにお得に。チョビリッチのご利用で皆さんの旅行がより素晴らしいものになるよう祈っております。